というわけで翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします、ね、今ニュースで出てたけども、はいはい、今日は危険的な暑さだったらしいですね。38だか9だか38度、はい、この状態でエアコンのないラーメン屋でラーメン食べちゃった。暑すぎんすよ。やばかったです。あれ40度超えてるでしょ。食べてる、ね、あれ鍋とかもあるし、ね、そう、もうモクモクしてるんだから。しかも僕らがいた一番奥の席ってエアコン全く効いてなかった、はい、そう、全然もう風も吹いてね。あのまんま本当気を失ってどんぶりの中にドボンという可能性もふらはありました。はい、まあそんなことはどうでもいいんだけども。なんで言ったんでしょうか。はい、まあこのチャンネルね、はい、まあ、このチャンネルというか僕ですけども、はい、まあ無課金とか、うん、まあ超美課金のことゼーと、まあ、表現してね、はい、そうね、まあ、バカにしてんのか、はい、表現してんのかは分からない。まあ分かりやすくかな。はい、でもね、はい、私はゼーなんですけどと言って見てくれてる人も、はい、そう最近いるんですよ。見ますね。この人が、うん、太郎玉島さんですね。本当にありがとうございますね、うん、はい、これどうですよ。この間コメントに、はい、有名ギルドから来てましたね。あの、はい、あの T 何でした。 T なんちゃら。そう、もうそこも忘れちゃった。それも忘れちゃう。なんちゃらも忘れちゃう。もはや T しかないんです。 T しか出てこない。まあね、そこから鬼にさん、はい、鬼にさんがコメント、はい、ゼーと。でもこれやっぱね、ゼーと言ってもなんだかんだエルドラドですよ。わかりますとはいえ、まあ、翼くんとかのレベルと一緒にしていけいや、それは僕の並列じゃダメですよ。そこの戦いのクオリティでやっていけてるわけですから、ね、はい、いや、そうですね。これは謙遜してまあゼーと言ってんだと思う。そうですね、はい。でも鬼にって何なのかな。そもそもね、ちょっとね、これ小1時間考えてしまいました。結構また考えましたね。鬼が好きで鬼にとか、例えばなんとかになのか、はい、はいはいはい、お兄ちゃんの鬼、うん、鬼になのか、まあ鬼にみたいに言われてる可能性なんか、なんかよくわからないなと。ここもわからない。だから一目見るとちょっとね、覚えちゃう名前なんですよね。あ、確かに、あのなんか残る名前ですね、うん、まあまあまあ、だから今後よろしくね、よろしくねって感じですよ。はいはい、うん、っていうことが言いたかった。そう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 。ゼーディスではなかったですね。鬼にが気になっちゃった。まあ確かに意味とかね、あったらぜひ教えてほしいですけど、うん、鬼のとかなら分かりやすいんだけど、鬼にだから、鬼と2が別なのかどうかね。そうそうそう、ちょっとまだ分からないですけど、そんな感じ、はい、そんな感じ。まあまあ僕ね、はい、あの前回というか、はい、1個前の動画で全く言うの忘れてたんだけども、はい、あれは先週の土曜日かな、はい、違う、金曜日か、うん、金曜日ですね、更新の前日、うん、ちょうどいいやと思って、ああ、私あの今テレビ手出てたんじゃないかな。まあいいじゃないですか。腕が出てたような気がしちゃった。ちょっと今ね油断してました。それ出します。それで、ね、発表したんですよ。はい、ツイートで僕も見ましたよ、うん、はい、まあ戦闘力ゼロ、はい、ゼーよ、ゼーは力強く言わなきゃいけない、戦闘力ゼーよ、引退しましたね。もうこれ完全に表明されてましたが、まあこれどういうことかというと、そう、それが気になる。まあ別に戦闘力ゼーを引退するからタクトをやめるわけではない、はい、ではない、タクト引退ではないと、はい、そう、引退ではない、はい、まあ要するにあまり戦闘力を気にせずに、うん、タクトを遊ぼうと、はいはいはい、思ったわけです。はい、でまあこれなんでこういう気持ちになったかというと、うん、まあ、一番の要因は PVP、うん、そう、これが理由で PVP、はい、これもまあ知ってる人は知ってるんですけど、うん、戦闘力ゼーというのは、うん、スピード盛りの錬金が全くないんです。あれだと戦闘力上がらないから。そう、だいたい攻撃に爪なのに攻撃にしちゃうか、うん、HP にしちゃうかとか、はいはいはい、MP にしちゃうかとか、はい、素早さでちょっとやっぱ数値が下がる、はい、そういうことが多いんです、はい、だからまあ本当にスピードで全部を、例えばスピード盛りとか、まあ、不可能な話でまあ僕それで、まあ、今回 PVP 対戦をね、はい、だいぶやりましたけども、まあ何にしても先手打たれちゃうわけですってことです ね、はい、だからこれ本当にね、まあせっかく、はい、名の知れた人と当たっても、まあ、もう何もすることができない、うん、まあ、言って今回ダンマンダンの司法さんが、はい、まあ、トップを取りました、はい、であとやっぱり周りにね、まあ、サキさんとか、うん、コメさんとか、うん、まあ、このジョージ、あとハニワさんね、あ、そうですよ、みんな結構いい順位の人たちがいて、であと最近よく絡んでるフルハウスのパパスさんとかこの人たちも頑張る、はい、まあ、手巻きさんだって頑張ったでしょ、いました結局ね、うん、はい、だからもうこういう人たちと当たっても、うん、なんかその良い試合すらできないという、結局そのスパースで勝ててない分、うん、本気の勝負できてないみたいな、まあ、この人たちは分かってくれてるんでね、はい、あ、こういう理由で勝てねえんだって、僕がスピードを乗れないっていうのは分かってくれてるんでいいんですけど、はい、まあ何にしてもそのね、うん、無名な人っているじゃないですか、初めて見るような人、まあそれはね、いろいろありますから、こんなのにもコロンと負けるんですよ。こんなのはよくない、コロンと負ける、まあ仕方ないです、それはね、スピードでは勝てないんだから、その後の立場に見たら、はい、これ絶対勝てんだろうなっていうのにも、やっぱり先手、はい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 、4キャラに一気に来られてごらんなさい。まあね、ね、
どうしたってね、やっぱきついんですよ。はい、それはそうだ。もうこれが悔しくてね、うん、その悔しさがもうその戦闘力勢というなんかあれをね超えちゃったんですね。これはいかんと。ちょっと戦闘力よりもこっちに意識集中しないと。いや、こんなの、まあ、本当にこれね、はい、ここまでやってたあれなんですけど、ええ、ここに乗ってるよりも、はい、その負けの方が、あ、うん、上回っちゃったんですね。なるほど。だからまあ今後、まあ、全部が今後すぐにできるわけじゃないから、まあね、まあ、これ今ね、うん、やめると宣言して、うん、まあ、もう5日ぐらい経ってますけど、はい、まあ、大して順位変わってないですよ。まあ、何言ってんだこいつって思ってる人もいるかもしんないけども、まあ、そうじゃないと。爪の錬金を今後どん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 スピード錬金に変えていくよって、うん、チャンスがあればっていうことなんです。っていうことは、あの今出てる新竜のもうスピードメインでいい。けどこれがまた出ねえ。あ、それがね、出ねえ時は一旦戦闘力にしちゃってるんですよね、結局はね。あ、まずね、はいはいはい、まあ、だけどスピードが3つ揃ったら、まあ、それで終わりや。だからそうやってるから、まあ ね、その分はどん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 、うん、トップ力は削られていくんで、うんうん、まあ、その分の戦闘力勢みたいな、はい、まあ、だから別に戦闘力を引退するからといって完凸しないわけではなく、それはまあ今まで通りやるわけですよ。それ以外、ね、それしないとそもそもスピード持ったところでっていうことだ。土台に立てねえ、だからやっぱね、うん、いい勝負が今後ね、うん、どうやっても今回のこのプレ大会でこんだけやったわけですから、はい、まあ、今度本大会に向けてもうちょっとやっぱね、うん、検討できるというかです、ね、いい試合をするために、うん、まあ、引退したというのと、あとやっぱ2年かかってね、うん、何にもここにいることについて得点がない、戦闘力に上位になったところで、はっきり言って得点がない。もう言っちゃった、うん、はい、ないでしょ。プラスがないんですよ、何も。まあね、ランキング今月何位だったから、いや、何かがあるわけではないですから。だから僕ね、はい、後々もう辞めると言ってからですけど、考えたのは本来ね、はい、まあ、例えばマスターランクみたいに1位にバフがかかるとか、そういう要素があればいいんですよ、うんうん、まあ、そのために頑張る、ね、スピードとか攻撃のバフがこんだけ1位は違います、2位違います、3位違います、これを20位トップボードまで全部が、うん、バフがかかるぐらいだったらまだねやれてもいいなと思うんだけども、ね、はい、まあ、あとやっぱりそのなんつうかな、そういうある程度の順位の人っつうのは、まあ、トップボードに乗るのが夢だとかなんか言う人もいるじゃないですか。こういう人たちはどんだけなんかまあいろいろ大変なことをしてるかっていうのはみんな分かってくれてるし、うん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 、だけどそうじゃない人たちからするとこんなもんなんとか思われちゃうわけですよ。トップいるのにみたいな。もう、もう俺例えばじゃあ1位が負けたとしたら、俺1位に勝っちゃって俺ナンバーワンじゃねっていう勘違いする勢がいるわけですよ。だからそこが税かどうか分かんねえじゃん、ね、いや税しかいないですよ。いや分からんってそれは、はい、こういうのもやっぱ尺に触るしっていうので、まあ僕はね、まあね、でも確かにね、うん、せっかくこんだけやってるんだったらそこで勝ってなんぼなわけではありません。そう、だからもう周りにやっぱそういうね、はい、トギトギうるせえのがいっぱいいるから。そのさ、なんトゲがあるの。もうしょうがないですよね、はい、絡む人間みんなトギが好きだから、現状ね。そう、だからもうしょうがない、それはもうやるしかねえかと、うん、なるほど、うん、はいはい、なんかもうちょっと一人で戦闘力勢とかやってても寂しいだけだから、ね、まあせっかくね、根本やってることが違う。確かにね、僕もやってみたからまだやってないんですけど、はい、大体みんな新しい武器とか来ると、うん、この錬金どうですかとか乗っけてる。あ、それを初めてやってみようか。おー、とうとう、これで妥協するべきですから言ったことないから、そんなこと一回も、一度もやったことない。質問ね、これは何盛りがいいんですか、ね、いい正解でしょうかみたいな。これで今までは自分の中でも戦闘力しかないんで、はいはい、何盛りも減ったくれもないんですね、なかったんだが、うん、もうなんかこっちでそれができる、これはスピードで盛るべきか技で盛るべきか、ちょっとこういうのを共有できるようになったというかね。ああ、なんかちょっとコミュニケーションの発表がありましたね。そう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 、だからまあまあこれはこれでいいんじゃないかなと、うん、まあ確かにね、本来楽しむという感じであれば、うん、まあ、ただね、まあそんな別に言って順位が、1枚目から消えることはないと思うんですけど、そりゃね、10位ぐらいまではいるんじゃないかなと思いますけど、うん、そう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 、はい、まあそんな感じではやっていこう、はい、翼チャンネル、チャンネル登録してくれよ、なチャンネル登録してくれよ、なな。